いいか、大事なことだからよく聞け。この巫女学校は人間と多種族、主に妖怪との共生向上を目的とした巫女を育成する場所だ。一緒に遊んだり喧嘩をしたりするのもいいだろう。共生っていうのはそういうものだからな。あれ、こんなところにメガネが。楓ちゃんにも好きな人とかいるんですか？全然恋とかよくわからないし、ちょっとくらいかけててもいいよね。手つなごっか。うん。バチバチ。あの人の名前すらまだ知らないの。で、どうするの？ちゃんと私を見てほしい。好きな人ができるとこんなにも世界が変わるなんて。不純異性行為は退学だからな。退学？うん、結構やばいよ。